二か、復活によって聖書のすべての御言葉が信じられる。1聖書の御言葉をすべて信じられるのはイエス様が復活されたからだ。神は聖書の御言葉を一つずつ理解し気づかせ信じるようにするのではなく復活の印を通して聖書のすべての御言葉を一回で信じられるようにしてくださった。ヨハネの福音書2章22節。 それでイエスが死人の中から蘇られた時弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして聖書とイエスが言われた言葉を信じた。2復活を通じ全ての聖書の御言葉に「アーメン」ということで神に栄光を期すことができる。「コリント人への手紙第21章20節神の約束はことごとくこの方において「はい」となりました。 それで私たちはこの方によって「アーメン」と言い神に栄光を期するのです3。イエス様の復活によって聖書の御言葉が全て信じられるようになりイエス様の復活はこの世の価値観を打ち破る強い力だ。コリント人への手紙第210章45節 私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力のあるものです。私たちは様々な議論と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計り事を取り押さえてキリストに服従させます。 私たちは見えるものが全てだと信じて暮らしているがイエス様の復活を通してこのような世俗的な価値観が砕かれ聖書の御言葉だけが真理だと信じることができるその結果私たちの人生観所有観死生観家族観罪の概念ヨハネの福音書16章9節が聖書的価値観に変えられる「コリント人への手紙第24章18節。 私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。コリント人への手紙第2。5章7節私たちは見えるものによらず、信仰によって歩んでいます。ヨハネの福音書11章2526節イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。 私を信じる者は死んでも生きるのですまた生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありませんこのことを信じますか詩編116篇15節主の生徒たちの死は主の目にたといマタイの福音書12章48から50節イエスはそう言っている人に答えて私の母とは誰でしょうか 私の兄弟たた。ちととは誰でしょうか、と言われたそれからイエスは弟子たちの方に手を伸ばして言われた「見なさい私の母私の兄弟たちです誰でも天におられる私の父の御心を行うならその人こそ私の兄弟姉妹母なのです」。「復活はキリスト教の心臓だ」。 復活は聖書に記録されているさまざまな事件のうちの一つではなく聖書のすべての御言葉が信じられるようになる根源でありキリスト教の心臓だ復活によってイエス様の身分イエス様の十字架をはじめとする全すての働きが再評価されるのだ1復活によって神が生きておられることが証明される使徒の働き2章32節 このイエスを神はよみがえらせました私たちは皆そのことの承認です。2復活によってイエス様が神の息子であられることが証明される「ローマ人への手紙」「一章四節」聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方私たちの主イエス・キリストです。3復活によって 聖書のすべての御言葉を信じることができるようになる。ヨハネの福音書2章22節それでイエスが死人の中からよみがえられた時弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして聖書とイエスが言われた言葉を信じた4。復活によって罪が許されたことが証明されるコリント人への手紙第115章17節。 そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたらあなた方の信仰はむなしくあなた方は今もなお自分の罪の中にいます。五復活によって十字架の愛が証明されるローマ人への手紙五章八九節。 しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。 復活を通して十字架で死なれたイエス様が御子であられ神であられることが証明されたそのことは十字架は神が私たちのために死なれたという神の愛の証明なのだこのように復活は聖書のすべてを説く鍵でありキリスト教の心臓だ心臓から血がほとばしり出るように聖書のすべての御言葉を信じることができるようになる 復活「神が生きておられる」「使徒の働き」2章32節復活」「天国と地獄の実存」「ルカの福音書」16章22から26節復活」「神は私の父」「ヨハネの福音書」20章17節復活」「イエス様が主人となる」「ローマ人への手紙」14章9節復活」「罪の勢力からの救い」 コリント人への手紙第1、15章17節復活、死の勢力からの救い。ヘブル人への手紙、2章14、15節復活、サタンの勢力からの救い。ヨハネの手紙第1、3章8節復活、イエスの復活。私も復活。ヨハネの福音書、11章25、26節復活、古い人の死。 ローマ人への手紙6章6節「復活」「神の愛を確証」「ローマ人への手紙」「5章8節復活」「イエス様と一つの生命」「ヨハネの福音書」「15章5節復活」「イエス様の中にあるすべての宝」「コロサイ人への手紙」「2章3節復活」「すべてを持ったもの」「コリント人への手紙」「第2」 6章9 10節「復活使命ヨハネの福音書20章21節イエス様の復活を通してすべての聖書の御言葉を信じることができこの全ての事実を実際に満喫することができる「ジム・エリオット復活の説教」このようにして私は今日に至るまで神の助けを受けながら小さいものにも大きいものにも 証ししているのは預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったことに他なりませんすなわちキリストが苦しむを受けることまた死者の中から最初に復活しこの民にも異邦人にも光を述べ伝えることになると話したのです 使徒の働き26章22-23節。パウロは彼が受けた福音が旧約に記録された通りに成就されたことを宣布しました。またパウロはこの福音がただ経験を通してだけ働かれたのではないと言いました。しかしこのような教えはこの頃あまりにも多く述べ伝えられています。でも私たち共同体はそうではありません。 多くのクリスチャンたちは、その福音が真理である理由が、福音が人々に体験を通して働くからだと言います。その福音が真理だという理由は、人々が感動し、歓喜し、起き上がり、叫ぶようになり、喜んで賛美するようになり、禁煙するようになるからだと言います。このような人々の暮らしの中で、福音が体験されるということは、とても興味深いことです。 しかしこのような事柄を救いの確実な証拠とすることはできません。道徳的な人はタバコを断つこともでき精霊の導きがなくても通路を転がり飛び跳ねながら賛美をすることができるからです。私たちが伝える福音は感情をもとにした福音ではありません。福音は実際です。福音は復活の事実の上に立てられたものです。 イエス・キリストの死と復活そしてその事実に基づいた本当の結果は単純な事実それ以上です人はこのような事実を信じてもこのような事実に込められた真理に屈服しないことが可能だからです心から福音を受け入れるということはイエス・キリストの死と復活に込められた本当の真理を共に受け入れたということを意味するのです コリント人への手紙、第25章14節を例にするならイエスが死なれた時私たちもみんな死んだのです。もしイエスが私たちみんなのために死なれたのなら私たちもみんな本当に死んだのです。それならその後に私たちがみんな私たちのために生きるのではなく私たちのために死なれて復活された方のために生きるのがキリストの死を信じるという真の意味です。 復活に込められた真の意味は使徒の働き17章を通して私たちに潜伏されています。パウロは神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお盾になった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。 神はこの方を死者の中からよみがえらせてその確証を全ての人にお与えになったのです」と述べ伝えました。私たちがこの時代に自ら信じていると言っている人々に伝えなくてはならない信仰と真理はただ復活に基づいて復活を通してのみ発見され復活によって固く立てられるということでです他のののどんなものでもななももくただこれなのです。 もしあなたの救いに対する確信が他のどのようなことでもなくこの復活の事実の上に復活の真の意味の上に立てられたならそれは私たちの主イエスが言われたように「私も生きあなたたちも生きるのです」という御言葉が本当になるということです。真のののの復活は、福音を実際のものとするのです。るでジジム・ム、エリオオット、ララプロログカイロ 「IL1951」。